はようございます。シェルター東京表参道店の渡辺かなです。よろしくお願いします。今日はおそば前の出勤準備の流れを撮っていきたいと思います。そしてミゲルくんです。3歳です。ということで顔を洗ってこようかなと思います。インテクトの洗顔を使います。化粧水を塗っていきたいと思います。私が使ってるのはリプサの化粧水です。乾燥肌なので保湿力が高いものを使ってます。夜は結構しっかりめに塗るんですけど、化粧前は化粧水はたっぷり塗って乳液は軽くっていう感じですね。乳液もこちらです。初めて使ったんですけど肌に合うか分からなかったのでトライアルセットを今使ってます。ゴリゴリにマッサージしながら顔のむくみを取ってます。次下地を塗っていきたいと思います。私が使ってるのがプリマビスタの化粧下地です。このくらいです。ピンクの下地を使ってます。点々と置いて今していきます。いつも化粧するときはここにいますね。ずっとソファーの上のところで見られてます。次がコンシーラー塗っていきます。リプサです。私は目のクマがすごい気になるのでオレンジ色のコンシーラーをまず塗ります。クマ取りとか流行ってますけどどうなんですかね。ちょっとやってみたい気持ちもあります。次明るいコンシーラー塗っていきます。ポンポンポンと叩く感じで塗っていきます。次こちらのクッションファンデを使っていきます。これは9点で買いました。目代わりの時にパフで塗っていきます。薄付けでカバー力がすごい強いクッションファンデなんでおすすめです。私結構厚く塗りたくないのでできればこういうファンデも本当は塗りたくないんですけど、さすがにちょっとあれかなと思って塗ってます。顔の外側はあまり塗らないようにしてます。なんか伸ばす感じで塗ってます。鼻の毛穴とかもちょっと気になるんで重点的に塗ります。次パウダーを塗っていきます。ミスフリーのパウダーです。アフガチをついてるんですけど私はこの大きい筆で塗っていきます。軽くのせるような感じで。次がケイトのまつげ用の下地で眉毛を上げていきたいと思います。まつげ用の下地でこうやっぱ上げる力が強いので眉毛に立たせたい時にすごいおすすめです。私は眉毛を立たせるのが好きなのでこんな感じで塗ってます。乾かしてる間にこちらの MAC のアイシャドウベースで薄く塗っていきます。塗りすぎちゃうと逆にアイシャドウがよれてしまうので薄く塗るのがポイントです。次まつげを上げていきたいと思います。このマックのビューラーで上げていきます。3段階から4段階に分けて上げていくのがおすすめです。次マスカラですね。今期マウジーの指定のメイクになってます。ステーショナリーコスメのクーピー柄カラーマスカラのブルーです。結構ブルーって感じ、すごい綺麗な色です。目を塗っていきます。わかりますか、青いですよね。下まつげも塗っていきます。アイシャドウは今お店で共同で使ってるので一旦このまま今日は行きます。次眉毛が乾いたと思うので眉毛をやっていきたいと思います。ケイトのアイブロウパウダーを使っていきます。結構眉毛を量が多いので本当に足すっていう感じでやっていきます。カーキみたいな色になっててこちらを眉頭の方にやっていきます。上に上げてるので上向きに描いていきます。最後に眉尻ですね。ここをちょっと濃い色で足していきます。私がこの前ここを間違えて剃ってしまったのでここも描きます。こんな感じです。ちょっと付け足したって感じで。そしたら次がチークを塗っていきます。 MAC のミネライズブラッシュウォームソールっていうのを使います。これもずっと愛用してます。全然減らないのですごい長く使えます。頬骨の上に軽くつけます。次がハイライトです。こちらも MAC のミネライズスキンフィニッシュライトスカペードっていうのを使ってます。目の下、鼻、頭、顎とおでこのところ塗ります。そして最後リップを塗っていきたいと思います。塗っていきます。もうこれは普通にスーパーとか薬局で売ってるリップです。軽く押さえます。リップがマックのパラマウントです。これは本当に好きな色でずっと使ってます。4本目ぐらいかな。赤みもあってブラウンみもあるような濃い色がすごい好きです。これは指定メイクの商品ではないんですけど私がずっとお気に入りで使ってるので使わせてもらってます。軽く押さえてこんな感じです。次ヘアセットをしていきたいと思います。髪の毛を最近ベリーショートに切りまして過去一番短いです。
スタイリングしてないと結構大変なんですよ。部活の人みたいで懐かしいです。ちなみに私はバレーボール部でした。身長が低いのでリベロっていう後ろでボールを受ける役割をしてました。軽く髪の毛を濡らしていきます。濡らした方がワックスとかクリームとか伸びがすごいいいらしいです。あと結構ずっとウェットな質感を保てるのでスタイリング前に髪の毛を濡らすのはすごいおすすめです。私が使ってるのがこの美容室でオリジナルで作っているロピのクリームとヘアスタイリングジェルね、これぐらい手に取って襟足からこうぐわっと持ち上げるような感じでやっていきます。本当にメンズのヘアスタイリングみたいな感じですね。全体になじませて整えます。簡単です。完成です。こんな感じです。今からご飯をあげたいと思います。もう食べたいんでしょうね。お座りは、お座り、はい、お手、おかわり、そしてゴロン、はい、来てました。待って、よし、スリングタイムですね。いつもご飯を持ってどっか行っちゃうんですよね。外で食べるということをしてます。こんな感じで今朝ご飯をあげてます。私のお気に入りスポットは玄関横の棚です。こんな感じでお花も頑張って作りました。ミヒル君の絵も前に描いてもらったことがあってそれを飾ってます。3連とかにもハマってて、いろいろ重ねてつけていくのがすごい好きです。で、普段つけてる指輪をつけます。感じでコーディネートこんな感じです。マウジーのちょっと前に発売してたミッキーの T シャツに今発売中のデニムを合わせてます。スーツはアウトドアな感じのサンダルを合わせてます。バッグはヘリンドットサイです。最後まで見ていただいてありがとうございました。今日はちょっと早めに行ってコンビニでなんか食べるものを買おうかなって思います。では行ってきます。ありがとうございました。